ショータイムゴルフスタート。392ヤードメジャー15勝のレジェンドは、お、ここはちょっと賢くユーティリティだね。賢い球打ったね。賢いね。スマートなゴルフだわ。43歳。なるほどね。愛人もいっぱいいるしね。そうそうそう、無理しないで。さっきまでの3ホールはもう肩慣らしに過ぎる、うん、この辺からほんの少しちょっとねエンジン温めていく。右の端の池越えは320とかそんぐらい、真ん中で305とか。いや、いい球。ナイス。そんな1点がない。うん、125ヤード、50度、こんな感じ。もうバンカーだらけ。いいターフ取ったね。左？ちょっと右手が強くなりすぎたんじゃない？でも全然いいとこだよ、バーディーチャンス。ナイス。うん。左手も強くしようぜ。うん。いいとこだ。やば。さあ、俺。ここまで飛んでるよ。やべやべやべ、ナイス。ちゃんとピッチマークも直してマナーがいいね。タイガーは唾吐くのに。体型だけ見ると本当タイガーだけどな。身長20センチくらい足りないけど。攻めたね。うわ、これ簡単なラインだな。まあ、タイガーを持ってするやな。簡単すぎるラインだこれは。うわ、最低。待って、ツーダウンじゃん俺。誰にあげたんだよ。カメラやってくれよ。うわ、ボギーだ。なんかさ、今日カップ位置結構難しいよね、うん、マスターズ見て気合入っちゃったのかな。気合入ってない。全部なんか奥目の傾斜のところに切ってるよね、うん。509ヤード、パー5。左ドックしてからの超右ドック。やばくないこれ。セカンド狙えねえよ。あ、でも大丈夫。あ、大丈夫。やばいね。もう一球打つと。うん。暫定球。暫定。あんまり左じゃなくてもいいよ。あ、そうなの？うん。そこまで極端に左打たなくても大丈夫。うん、そう、あれぐらいでいい。あれで完璧。あれで多分フェアウェイ左サイドって感じ。絶望的なライからでも、やっぱタイガーは。
つま先上がりの左足上がりからスライスで乗せてくっていう。うん、もちろんもちろん。240ヤードぐらいか。何番？ 9番で刻みます。あの、ね、グリーンの方向はここら辺なんだよね、多分。なんでね、さすがのタイガーでも無理ということで刻む。オッケー。クイックに刻んだね。なんて言った？木の左からスライス。木の左からスライス。でちょうどいい。あの木の左ね、木はね。上がるか。このアゲンストで。この先上がるよ。果敢に狙っていくタイガー。タイガーチャージになるか。お、うめえ、すげえうめえ。僕ね、何今の超うめえ。これ完璧じゃない？マジ？行ってみようぜ。思った。入ってればバーディーで、ね、グリーン手前かちょっと。おお、惜しいとこね。いいとこまで行ってんだ。やっぱタイガーいいね。いいわ。やっぱマイホール交代交代でなんかタイガーが続いてくるよね。そうだね、超タイガー。120ヤード。5人。いや、うまいね。ピンすじってるよこれ。ダメ？さっきのガッツポーズのせいでパンチ入るんだよな、なんかな。いや、面白い。パンチが入ってティーショットをスライスしてで、なんかさっきもセカンドパンチが入ってフックしたんだけど、で、今パンチが入ってでけえだろ。あれガッツポーズのせいなんだよ。タイガー多分ガッツポーズやめたらもうちょっとショット落ち着くんだよな。俺が教えてやろうかな。ほら、もう全然でけえじゃねえか。ほんとだ。バーディーチャンス。なんか跳ねんだよな。やべえ、もう3ダウンじゃねえかよ。3ダウン、3アップ。まあでもしっかり決めてタイガーのスキルを見せてくれよ。約ワンピン。なんかまだ調子乗ってないね。初日のタイガー。このホールはギャラリーもいるね。うん。あ、すいません。まあ見てくれよ。いや、もう450ヤードドライブだ。間違えた。パトロンだ、パトロン。ギャラリーじゃねえ、パトロン。あぶねえ。これもうこっち、これはもう完全に OB。 前から行く。前から行こう。ナイス。いいね、今の。いいね。何ヤードですかね。分かんない。120ぐらい。5人。うん、ナイス。こういうのだけ見ると俺ほんとうまいんだよね。うん、こういうのだけ見ると68って書いてあった。68ヤード。うん。
どうした、ナイスインだなお前、本当わかんない、ナイスインだなお前今日ちょっと俺ら着てる服が悪いな、なんか闘争心が空回りしちゃうんだよ、めっちゃやっとくわ、うん、申し訳ないお腹から、入れば別に滅しなくても文句ないだろうけど、違ったもんに入っちゃったね、そうそう、入れる穴を間違えた、いやナイス滅し、ああやった大失踪しているタイガー、ズームしてみましょうか、タイガーってこんなサングラスかけたの俺見たことがないんだけど、ナイス、悪くない、綺麗に鳴らすね、甲子園球児って感じだね、これは取ったな、ツーアップに戻っちゃったか、うん、あ、でもうまいよ、これはうまい、カモン。